リファーストの最新情報大公開ドッティドッティで深く釣りされるエンタメニュース平野翔と渡辺直美が初 MC サンピープル一枚ニュート一問一答の見どころ10時25分から放送されるドッティドッティという番組では多くの人々が楽しみにしているエンタメ情報が紹介されるその中でも特に注目されているのはリファーストの最新情報と 松平健が歌う『松健ケンさんバニー』の20周年を記念して発売される間違い探し本そして平野翔と渡辺直美が初めて MC を務めるサンピープル一マイニュートという番組だこの番組では2人が深く釣りされる一問一答が予定されておりその内容に期待が高まっている平野翔と渡辺直美が初めてタッグを組むこの番組は多くのファンにとって待望の企画である 平野翔のファンは彼がどのように MC を務めるのかまた渡辺直美との掛け合いがどのようなものになるのかを非常に楽しみにしている一部の地域では放送されないことが残念だがそれでも多くのファンは SNS を通じて情報を共有し合い楽しみを共有しているサンピープル一枚イニュートという番組のタイトルからもわかるように この番組では限られた時間の中でどれだけ深く掘り下げた質問ができるかが鍵となる。平野翔と渡辺直美は、それぞれの個性を活かしながら、ゲストとの一問一答を通じて視聴者に新たな視点や興味深いエピソードを提供することが期待されている。例えば、ビファーストの最新情報についても、この番組でどのように紹介されるのかが注目される。彼らの新曲やツアー情報、 メンバーの個人的なエピソードなど、ファンが知りたい情報がどれだけ深く掘り下げられるかによって、番組の評価も変わってくるだろう。また、松平健の「松健さんばに20周年を記念する間違い探し本の紹介も見逃せない。これは、懐かしい曲とともに新たな楽しみを提供するもので、多くの視聴者が興味を持つこと間違いない。さらに、 平野翔と渡辺直美が MC を務める一問一答のセッションでは彼ら自身のエピソードや裏話も飛び出すことが予想される平野翔はそのチャーミングな笑顔と真摯な姿勢で多くのファンを魅了しているが彼のプライベートや仕事に対する思いなど普段は見られない一面が垣間見えるかもしれない一方渡辺直美はその明るいキャラクターとユーモアセンスで場を盛り上げることが得意だが 彼女の過去の経験や今後の展望についても深く釣りされることが期待される。このように、ドッティドッティでは、多くのエンタメ情報が紹介されるだけでなく、視聴者にとって新たな発見や感動を提供する番組となっている。特に、平野翔と渡辺直美のハッツタッグによるサンピープル一枚ニュートは、ファンにとって必見の内容であり、その放送を待ちきれない人々が多くいる。この番組を通じて、 エンタメ業界の最新情報を知るだけでなく出演者たちの人間的な側面にも触れることができるのは視聴者にとって非常に魅力的なポイントである彼らの一問一答を通じて普段は知ることのできない裏話やエピソードが披露されることで視聴者はより一層彼らに親近感を抱くことだろうまた SNS では番組の放送に合わせてリアルタイムでの反応が飛び交い 視聴者同士の交流も活発に行われる例えば平野翔のファンが彼の可愛らしい一面に興奮するコメントや渡辺直美のユーモアに対する称賛の声などが見られるだろうこうしたリアルタイムの反応は番組の盛り上がりをさらに高め視聴者同士の絆を深めるきっかけとなるエンタメ情報が次々と更新される現代においてこうした番組は視聴者にとって非常に貴重な存在である 特に、サンピープル一マイニュートのような番組は、短い時間の中でいかにして視聴者の関心を引きつけるかが試される。そのため、MC を務める平野翔と渡辺直美には、高いエンターテインメント性と共感力が求められるだろう。このように、ドッティドッティはエンタメ情報を提供するだけでなく、視聴者とのコミュニケーションを重視した番組作りが特徴である。 放送が一部地域に限定されていることが惜しまれるが、それでも多くの人々がこの番組を通じて楽しみを見つけ、共感を得ていることは間違いない。これからも、エンタメ業界の最新情報を提供し続けるドッティドッティに期待が高まるばかりである。その一方で、エンタメ業界のトレンドは常に変動しているため、ドッティドッティもまた、新しい情報や話題を追いかけ続けなければならない。そのため、 番組スタッフや出演者たちは日々の準備とリサーチに余念がない平野翔と渡辺直美の初タッグが実現した背景には彼らの個々の魅力だけでなく番組全体の企画力とプロデュース力が大きく関わっている平野翔はその俳優としてのキャリアの中で多くのファンを獲得してきた彼の演技力やパフォーマンス力はもちろんのこと彼自身の人柄や姿勢もファンに愛されている特に 彼の真摯な態度やファンへの感謝の気持ちは多くの人々の心を打っている。彼のファンは彼がどのようにしてエンタメ業界で成功を収めてきたのか、そして彼の今後の展望についても関心を寄せている。一方、渡辺直美はその明るいキャラクターと独特のユーモアセンスで幅広い層から支持を受けている。彼女の笑顔やエネルギッシュなパフォーマンスは視聴者に元気を与えてくれる存在だ。 渡辺直美のファンは、彼女の過去の苦労や努力を知っているからこそ、現在の成功を一層応援している。彼女のバラエティ番組での活躍や、世界的な活動も注目されており、今後のさらなる飛躍が期待されている。ドッティドッティのようなエンタメ情報番組は、ただ単に情報を提供するだけでなく、視聴者に新たな視点や考え方を提供する役割も果たしている。例えば、 ビファーストの最新情報を紹介する際には彼らの音楽活動だけでなくその背後にあるストーリーやメンバーの個々のエピソードにも焦点を当てることで視聴者はより深く彼らのことを理解することができるこうしたアプローチは視聴者にとって非常に魅力的であり番組のファンを増やす要因となっているさらに松平県の「松ツケンサンバ」に20周年を記念する間違い探し本の紹介も 単ななる商品の宣伝にとどまらない。その楽曲が持つ歴史や松平健自身のキャリアについても掘り下げることで視聴者にとって新たな発見や感動を提供することができる彼の楽曲がどのようにして生まれどのような影響を与えてきたのかを知ることで視聴者はより一層その楽曲に対する理解と愛着を深めることができるこのように ドッティドッティはエンタメ情報を通じて視聴者に新たな視点や知識を提供し、その結果として視聴者の興味や関心を引き続けることができている。特に、平野翔と渡辺直美の初タッグによるサンピープル一枚ニュートは、多くの視聴者にとって大きな話題となり、その放送を楽しみにしている人々が多い。彼らの一問一答を通じて、視聴者は新たな発見や驚きを感じることができ、 その内容が SNS などで広く共有されることで、さらなる話題を呼ぶことになるだろう。この番組の成功は、単に有名人の出演だけでなく、番組全体の企画力や演出力、そして視聴者とのコミュニケーションを重視した取り組みによるものである。これからもドッティドッティは、エンタメ業界の最新情報を提供し続けるだけでなく、視聴者にとって新たな発見や感動を提供する存在として、 その地位を確立していくだろうエンタメ情報が次々と更新される現代においてこのような番組は視聴者にとって欠かせない存在であり今後の放送にもますます期待が高まるばかりである。